杉森八幡社は、愛知県豊川市赤坂町に立つ神社である。祭神は、天寺大臣、本田分野村、大晦瀬紗在村、沖永垂らし姫村。当社は、天寺大臣を祀る、神明宮であるとともに、王神天皇や神宮皇后を祀る八幡宮でもある。謝礼記によると、神明宮は、大宝2年に、自党上皇が東国を巡行した際、 伊勢神宮領ミクリアに誕生した。八幡宮は、児童が滞在したトングを恐れて勘定した。慶長六年、車両二国の国印を受けた。昭和三年に、昭和天皇の即位の大礼が行われたのを記念して、拝殿西北裏に三百円余りをかけて、宝蔵を建てた。また、神社の由緒を記した考察を掲げた。社号は、寛永六年以前の胸札では全て、 若宮社とあり、神明神社か八幡宮か不明であるが、遠方六年の胸札には、若宮八幡社、明和九年のものには、八幡宮とある。昭和二十八年六月五日、宗教法人として登録を受けた。確認できる最古の胸札は、神奈二年のものである。他の胸札としては、以下のものがある。境内には、何本もの巨樹が茂っている。内訳と、 1973年時点及び2002年時点における目通りミキシューは以下の通り。このうち、廃殿前に立つ2本のクスノキは、1977年3月1日に音羽町の文化財に指定された。根元が一体化しており、夫婦、クスノキと通称される。また、過去に立っていた巨木としては、昭和30年頃に伐採された杉がある。現在は、 切り株が残るのみであるが、長径4.70メートル、短径3.20メートルあり、音羽町で最も太い木であった。言い伝えによると、児童上皇が三河地方を行行した際、大見和宮を放迎して、四方廃をしたという石があり、新力石と呼ばれていた。児童が石の上で遊んで神罰を受けぬよう、法歴年間に境内の地中に埋められたという。 大名行列の再現10月第2土曜日曜に開催。かつては旧暦9月15日であった。かつては人形芝居や神楽を奉納していたが明治に入ってからはこうした風習は廃れ変わって芝居や大休が行われた。祭礼時には参勤交代の様子を再現した大名行列が行われる。元来は 宮地天神社の余興として上宮町と下宮町の氏子が行っていたが、明治5、6年頃に両地域が八幡社の氏子となってからは、八幡社の余興として行われるようになった。昭和9年には、御しが新調された。赤坂の舞台で行われる歌舞伎公園周り舞台を備えた芝居舞台。五郎左衛門日記によると、明治5年に建築され、 5日間狂言が催されたと言う。祭礼の余興として行われる舞台公演の際には、竹を格子状に組んで作った屋根付きの観覧席が舞台、前の広場に設置された。公演は、周辺住民も観覧に訪れる盛況ぶりであったというが、太平洋戦争が始まると行われなくなった。1998年6月1日、舞台が、 音羽町の文化財に指定された。2000年には舞台の復元工事が行われ、以来年1回歌舞伎公演が行われている。これに合わせ、小屋掛けの伝統も復活した。ありがとうございます。